わー、なんか嫌な予感するとは思ってたけど、闇ラミってことは世のアール現れたか。簡単なこと、ディアルガ様にここへ直接飛ばしてもらったんだ。お前たちはここに必ずやってくる。ここで待ってた方が探す手間も省けるからな。悪いが、また未来まで来てもらうぞ。闇ラミたち、こいつらを時空ホールまで連れて行け。マジかー、もうちょっとだったんだけどな。時空ホール、闇ラミたちよ、こいつらを時空ホールへ放り込むんだ。うん、抵抗してくよ、俺たちは。この場でお前たちを倒してから未来に運んでも同じこと。この圧倒的に不利な状況の中で、お前たちがどのくらい抵抗できるか見せてもらおう。あー、戦うのか。ただ闇ラミたちを先に倒すべきだよね、きっと。え、音楽が。多分タマ系はまた聞かないやつだよねって思っていいよね、多分。とりあえずね、ここで構えとく。どっちか出てくるでしょう、きっと。オッケー。怖いけど火炎車、闇ラミをまずは倒す。マジか、ジプトル、ピカチュウ、ちょっと耐えててくれ。いいよ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 。やばい、ジュプトルー、ジュプトルー復活した、復活のジュプトル。どうしよっかな、見切り状態解除されてないんだよね、まだ。ここは攻めるが基地か。いや、でもカウンター状態になってるのがちょっと怖いんだよね。とりあえず今はこれだな。この闇ラミはいける。マジかー。うわあ。頑張って。頑張って。耐えてー。うわ、やばい。倒せなかった。ああ、ねじり鉢巻きが。よくも。変わるか場所。闇ラミを倒そう、まずは。やべえ。あ、いいんじゃない ?OK、ナイスナイス。鬼火か。そう来るか。
カウンター状態なのがマジで怖いんだよな。うわ、それもダメなのか。まあ確かにカウンターなのか。マジか、ちょっと気をつけないとね。自分で食べよう。あ、倒した。やった。俺なんもやってないわ。ごめん、ごめんみんな。私は、負けん。無謀だな。私に戦いを挑むとは、どんなに努力しようが、お前たちの実力では、所詮勝ち目はないんだ。ヨノワルはやっぱり強いよ。諦めちゃダメだ。どこか突破口があるはずだ。そんなこと言っても、お前たちにしてはよく頑張ったと思うが、ここまでだ。これで。口が開いてる。なんか来る。待てよ。お腹の口？そうか。もしかしたら。お腹の内側に技をぶち込むだと？そんなことできるのか？もう時間がない。かけてみようよ、ジュプトル。やった？ヨノワルを、ついにヨノワルを倒したぞ。闇闇たちは皆逃げちまったぞ。お前もなかなかいい仲間たちに恵まれたようだな。ピカチュウ、何？神殿の頂上へ行って、そこのくぼみに遺跡のかけらを入れてみてくれ。虹の石船が動くかどうか試してみてほしいんだ。俺とライラはここでヨノワールを見張ってる。わかった。行ってくるよ。頼んだ、ピカチュウ。虹の石船が動けば次元の塔に行ける。うまく起動できればいいが。まだ動くか。ジュプトル、ライラ。お前たち本当にこれでいいのか？もし歴史を変えたら、私たち未来のポケモンは消えてしまうんだぞ。まあ、未来が変わるってことだもんね。歴史を変えたら、未来のポケモンも消えてしまうだって？私だけじゃない。お前たち2匹。ジュプトルもライラもそうだ。未来から来たお前たちも消えてしまうんだぞ。それでも、歴史を変えると自分たちも消えてしまうだって？ヨノワールの言ってることは本当なのか？本当だ、ライラ。歴史を変えれば、俺たちは消えてしまう。でもいいんだ。それで時が動き、みんなが平和になるなら、俺はそのためにやってきたんだから。また、セレビーも、消えるのが分かっている上で協力してくれてたんだ。セレビーも？そういえば、未来でのあの時。セレビーも、命を懸けて協力してくれてたもんね。そして、お前もそれは同じだった。その覚悟で俺たち2匹は未来から来たんだ。ただ、今のお前に覚悟の記憶はない。だから、急にこんなことを言われたら戸惑うと思う。しかし、どのみち俺たちには選択肢はないんだ。このまま放っておけば時は破壊され、やがて星の停止を迎えてしまう。世界を平和にするには、俺たちは消える運命なんだ。わかってくれ。そうだったのか？そんな覚悟でこの世界にやってきたのか？自分は。
自ら消える覚悟で。しかし自分たちがやらなくては時の破壊は止められないんだ。ならばやるしかない。たとえ自分が消滅しようとも。決意だよ。ただ一つ気がかりなことが、この時代に来て変わってしまったことがある。変わってしまったこと？確かに俺たちの覚悟は決まっていた。この世界に初めてタイムスリップするとき、俺たちは失うものなんて何もなかった。ピカチュウのことだよね、多分。ギルドの仲間たちや。今のお前にはピカチュウがいるんだ。ピカチュウはお前のことを慕っている。もしお前がいなくなることを知ったら、ピカチュウはきっと悲しがるだろう。あいつはいいやつだ。でも、未来が変わり、お前が消えたとき、あいつは、ピカチュウは、一人ぼっちになるんだ。そうか。歴史を変えたときには、自分も消える。自分が消えたとき、ピカチュウは。ピカチュウ？あった。このくぼみだ。このくぼみに一石のかけらを入れれば。虹の石舟は起動するはずだってジュプトルは言ってたけど、やってみよう。動いた。動いたよ。これは？やったな、ピカチュウ。この音は、虹の石舟が動き始めた音に違いない。ユノアル。まだ。まだそんな力が。歴史は変えさせん。ジュプトル。しかし今の攻撃でだいぶダメージを負ったはず。ちょうどいい。お前から始末してる。ヨノアル、このまま貴様と共に未来へ帰るんだ。ライラ、あとは頼んだぞ。え、そうでしょ、ジュプトル。時の歯車、西の石舟が動いたよ。どうしたの、ピカチュウ。ここでお別れだ。俺はヨノワールを道連れに未来へ帰る。もうここへは二度と戻れないだろう。ライラのことを頼んだぞ。それにジュプトルの代わりなんて僕にはできないよ。やるんだ。そしてピカチュウならできる。お前たちは最高のコンビだ。もう少しだ。ジュプトル？俺はお前に会えて幸せだった。別れは辛いが、あとは頼んだぞ。嘘でしょ、ジュプトル。
未来を変えるとジュプトルは消滅してしまうんだ。そして自分自身も。ねえライラ、ジュプトルが最後にライラに言った言葉。別れるのが辛いって言ってた。最後の言葉。僕、その気持ちが痛いほどわかるよ。だって、ジュプトルはライラとずっとコンビを組んできたんだもん。ジュプトルはライラと別れるのが、すごく辛かったんだと思う。それもあるだろうけど、違う。最後のジュプトルの言葉。あれは自分とジュプトルのことを言ったんじゃない。自分とピカチュウのことを言ったんだ。ジュプトルはいずれ来るであろう自分とピカチュウの別れを案じて言ってくれたんだ。歴史を変えたその時、自分は消滅する。ピカチュウと一緒にいられるのもこの冒険が最後だ。でも行くしかないよな、ジュプトル。もう少しだよ。頑張ろう。あ、あそこ。次元の塔のてっぺんが赤くなってるけど、なんだろう。急ごう。おー。いよいよって感じだね。ここが次元の塔の入り口だね。うわー。収まったかな。今の地響きは何だったんだろう。あ、そういえば前にジュプトルが言ってたよね。各地の時が破壊されたのは次元の塔が壊れ始めたからだって。だとするとさっきの地響きは次元の塔がどんどん壊れていってるってことかもしれない。急ごう急ごう。さあ、ということで持ち物をね、整えてまいりました。一応ね、万が一のことに備えて狙われ鉢巻きをね持ってね、行こうかなって思ってるんですが、で、大きなリンゴ4個だね。で、オレの実3個、睡眠の種、聖なる種で、復活の種がね、ちょっともうラス1なんで、本当はね、もうちょっと持っていきたい気持ちもあるんですが、まあその辺はもう頑張っていくしかないかなと思いますので、頑張っていきます。で、窓足で PP マックスが5個かな。で、まあ、玉系いろいろ持ってる感じですね。あとは、拾った道具で頑張っていけたらなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。よし、行こう。いやー、いよいよかー。次元の塔。何回まであるんだろうなー。うわー、ポリゴンか。いきなりポリゴンか。と体張りながらもいいかなって思うんで。ってことは結構気合パンチ相性いいはずだけどさ、なんだろう、ポリゴン出るってことはポリゴン2、あわよくばポリゴン Z の可能性も考えた方がいいよね。え、階段運良くない？階段運良くない？やばいやばい。でも一応持ってく。わー、来てしまった。倒すか。ナイス放電。行こう。3回ドーミラーかー。
まあここは道具取って戻ればいい感じになるから、でカイン車、まあでも技使っていけばね、なんとかなるとはね思ってるので、ポケモンはね。ダンジョン内の問題はあれだよね、ディアルガと多分戦うことにはなると思うので、ディアルガ戦までは少なくとも復活の種は持っておきたいよね。どうしよう、これ積極的に登っちゃうべきなのか、なんかアイテムあったらいいから、一応回ろう。いやー見事に何もなかったわ。行きまーす。4回。日差しが強い状態か。ねじり鉢巻きと鉄の棘。待って、道具って登録したっけ、そういえば。鉄の棘がしてあるのか？オッケーオッケー。ちょっとね、緊張感があるから、この辺もね、分かっててもしっかりと繰り返していく。大事大事。やーばい。ナイスナイス。いやー40になってしまったよ。階段ありますけど探索したいんでちょっと見ますね。というわけで特に何もなかったんで行きます。え、アイテム全然ないんだけどって思ったけど、まあ一応取ってることは取ってるのか。まあでもこんなもんなのかな。これは拾い食いしちゃおうか。OK。ここは気合パンチかな。多分ピカチュウの一発入るけど、わー、空振りしちゃった。まあいいや。倒せたらいいんですよ、倒せたら。この回も特にね、何もなかった。これは行くしかないか。ただひたすら技の PP がなくなっていくみたいな。そんな感じなんだけど。うわ、放電使うのか。マジか、放電来るか。あ、やばい。こっちだ。オッケーオッケー。投げ飛ばしか。一応これは交換しようかな、何かと。オッケー、行こう。ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも。ちょっと、ちょいやばだね、これ。ちょっと待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう。オレン食べよう、ここは。ルナトーンがね倍速なんだよね、さらに。なんとかするんだ、なんとかなった、よかった。階段行こう、これは階段に行こう。おお、びっくりした。7階。で一応飲んじゃおうか、もう1個目早いかもしれないけど。 OK、 やばい、一旦ここで待機。スルロックか、軽パンチで。気合パンチで倒せなくなったか、ついに。あ、やばい、出ちゃった。一歩出てしまったよ。まあ仕方がない。まだまだね、カバーできる範囲だと思うんで、オッケーオッケー。えい。ツバメ返しで。箱か。で、変化の玉、ありがとうございます。この部屋かなですね。トゲ取っていきましょう。8階。上から行こうかな。リンゴあるの結構ありがたいね。食べちゃおっか、食べちゃおっか。で満腹の状態で食べるとね、こうやってねお腹の最大値がね上がるんだよね、確か。爆睡玉ちょっと欲しいかもしれない。
よーし、とりあえず爆睡玉はね、なんとか手に入りそうなんだけど、で、ほんとさっきも言ったけど、気合パンチで倒さないのは、ちょっと厳しいかもしれないね。まあ、モモンの実はどうしようかな。まあ、腹の出しにはなると思うので、食べよう。行きましょう。9階。マジか、大きなリンゴ。大きなリンゴも拾い食いしよう。窓足はいいや。怖っ。めっちゃ怖いんだけど。回復してどうしよう。これは行っちゃおうかな。10回ポリゴンかー。でも PP マックス欲しいからな。階段逃げも考えたけど、あと技マシン気になるから、ここは張り合おう。ステルスロックか。 PP マックスは持っていきたい。できたら輝く箱と交換かな。行きましょう。11階。おお、ダブルポケだ。トロトロで、お金も結構貯まってるんだよね。お、自然の恵み。なるほどね、そういう技か。面白そうだけど、入れ替えってなると話が変わってくるかな。まあ、ぐるーっとだけ回りましょうか。黄色グミ、たまにはピカチュウにあげてみる。そろそろ行くか。うわーうわー、マジか。そこにあんのか。あ、ルナトーンが来てる。ルナトーンが来てる。どうしよう。はい、OK。12階。おー、階段がある。あっという間に軽パンチ使っちゃったからな。まあ、この部屋の敵はなんとかしよう。やばい。ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも。まあ、放電当たらなかっただけマシかな。ここはちょっと体張ろう。やばい。当たって。オッケーオッケー。これは敵予備へか。敵予備へいいよね、結構。敵予備へいいので、持っていきたいところなんですが、まあ、変化かな。いや、変化いるかな。すげえ優柔不断になっちゃってるんだけど。まあ、身代わりを1個にしよう。一応整理ね。大事大事。めっちゃ罠あんな、しかし。強行しますね。13階。階段あるよ。階段あるよ。やべえ。それはちょっといただけないかな。どうしよう、どうしよう。よかったよかった。はい。いいよ、コスモパワーならいいよ。なんか倍速とかになんなければよっぽど。あとサイコウェーブが怖い。オッケーオッケー。でいい感じにね、技もね使ったと思うんで、あっという間に減っちゃうね、技が。 PP が行こう。あ、早い。もっとあるかなって思った。もうちょいあるかなって思ったけど、だいぶ登ったよね。一番上まではあとどのくらいなんだろう。うわー、近そうだな、もう。今の揺れはすごかったね。やっぱり、この塔はどんどん壊れてるのかな。なんとなくだけど。ラプラスの言うように、時間を司るのがこの次元の塔だとすれば、最後はこの塔が壊れて、世界は星の停止を迎えるのかもしれない。
急ぐしかないよ。急ごう。